ようやく正式発表に至った3月6日ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者井上直也大橋と WBC1 位のルイスネリメキシコによるタイトルマッチが正式決定した舞台はゴールデンウィーク真っただ中5月6日の東京ドーム同会場でのボクシング世界戦は 1988年と90年にヘビー級王者のマイク・タイソン、米国が出場して以来であるため、まさに思考の場と言えよう。動画、WBC が公開、厳格さを物語る井上直也とネリの記者会見前計量の様子。井上が、まだちょっと想像ができないけど、とてつもない工業だなと、という今回のタイトルマッチは、 ボクシング界でも有数のメガイベントだ。失敗は許されない。故にシビアなテストを求めてきた王者側は事前計量。30日前、15日前、7日前、飛ばだによる抜き打ちのドーピング検査も義務付け、厳格な体制を両陣営に求め、これに日本ボクシングコミッション、JBC と WBC が合意したという。 ここまで厳格な体制を取るのは、挑戦者であるネリに、日本のボクシングファンにとって、忘れがたい過去、があるからに他ならない。2017年8月に WBC 世界バンタム級王者だった山中信介、定見、に挑戦したネリは4回 KO 勝ちで王者になったが、その後の薬物検査で陽性反応が発覚。 18年3月の再戦では前日計量で2.3キロの大幅な体重超過。最計量でも1.3キロオーバーで王座剥奪された。ネリは強行された試合で2回 TKO 勝ちを収めたが、JBC から日本国内でのライセンス無期限停止処分を受けていた。その後、20年2月にスーパーバンタム級に転向したネリは、 20年9月に世界2階級制覇を達成。21年5月の統一戦で敗れたが、再起後は4連勝。昨年2月の WBC 挑戦者決定戦を制し、今回の挑戦権を手にした。山中戦以降、階級を上げ、正当に勝ち上がってきた。 さらに JBC からの処分も解除されたネリ本人や陣営も井上側からのシビアな要求を当初は渋っていたという。メキシコのボクシング専門サイト、イキーアーデーゾは、ネリ陣営は井上の要求を心よくは思わなかったが、だが、彼には、前例、があり、それを受け入れた、と舞台裏を伝えた。 もっとも、試合を実現させるためにネリは要求を飲み込み、やる気をみなぎらせているという。同メディアで代理人を務めているギジェルモ・ブリトー氏は、次のように語った。日本のコミッションはすでに処分を解除している。その条件として前回と同じようなことが起こらないように、ネリは特定の検査、正確な体重、様々なものをクリアしなければならない。 しかし、我々はネリがこの試合に向け、かなりの熱意を持って取り組んでいることを知っている。彼は非常に意欲的であり、井上たちが要求するすべてに従うだろう。3月6日の記者会見では、二度、皆様を裏切ってしまいましたが、今回はきちんと節制し、調整をしています。偉大な、グレートな試合を見せたいと思います。と猛省したネリ。 本番まで約2ヶ月でルール通りの調整ができるのか。試合に向けたポイントとなりそうだ。あや、構成。ここからネクスト編集部。